ってからの、 ドライブ等もありますので、はい、ボールは福岡第一ボールでスティーブから46番の小川、今日はスリーポイントが来ているが、また来たスティーブ、そして佐々木、中に返そうというところ、ボールは川村、一旦下がります。川村の今度は左のコーナーからのシュート決まりました。スリーポイント小川から、そして今山田にボールが入りました。もう一度山田から中央、これフリーになっている小川のシュート、いやー止まらない、4本目行きますが、戻してフリーになるか、あーここを読んでいた、今読んでいました、はい、まあ、これも河村が狙っている、ラインが出ていません、そのまま横を見ながらのレイアップ返しましたが、189センチの5番の大内がつく形になっています。大学のシュート、これは決まりました。この留学生対策というか何か目立つことがありますか。もちろんしているとは思って、また佐藤、中央のローレンスジュニア、37番の中田ハイト、スリーポイントが九州学院が2、福岡が7、県の柳井中学が、ここは出ないから、そのままボールを持ってレイアップ、横からアリにボールが入ります。もう一度外へ出して内尾のスリーポイント、予選の決勝でもスタートに入っていますから、この大会に入ってからスタートに、佐藤亮成、うわー惜しいところ、中央からそのまま走って、いやー三浦君3年生の多いチームでもありますが、速いパス回し、外からのシュート、あーしかし出さない、おー見事です、外へ開く外角のシュート決まりました。になってくるわけですね。さあ、あ、素晴らしいノールックパスですね。平均的な身長で言いますと若干桜ヶ丘の方が大きいんですが、そうですね、はい、どうでしょうね、はい、そしてまた川村がボールを運びます、ゴールした、このシュートは入りません、
少し硬さが出ていますよね、はい、さあそしてまたゴール下にパスが通って渡していく、そしてハーパージャン・ローレンス・ジュニアがボールを奪って、ここはスティーブがボールを落としながらなんとかシュート、このディフェンスの頑張りというのは非常にすごいですよね、はい、やはりオフェンスにはね、その個々の差は出ますけども、はい、うわ距離のあるスリーを決めてきました、ね、はい、やはり責任もありますよね、20対29、ハーパーがボールを回していきます、そしてシュートを打ったのは山田、山田のスリーが決まりました、前回多分久々だと思うんです、そうですよね、多少の焦りはあるかもしれないですね、川村から、山田正史がスリーを決めていきました、福岡第一としては何としても少しでも点差を縮めておきたいところです、残りは10秒を切りました、小川自らショットを打ちました、決まりました、福岡第一が素早い展開、小川から川村へ中に入れてくる、シュートは外れてリバウンド、ギャンブルじゃなくて悪いショットを打ってくる、はい、自らスリーポイント川村、しっかり3本確実に決めてきました、オフェンスですね、はい、ここで得点をまず川村が自らスリーを打ちました、東山としては、はい、大沢のところで言ってたけどスリーポイントですね、川村のスリーポイントは東山がダメだったそうですね、いやこのシュートも
決めてきます川村。福岡第一は苦しい展開の中でこの川村がやはりゲームを変えようという感じになってきました。このプレッシャーで負けたことですね、はい、激しいプレスに行く。いやうまく取った。内尾があパスです。スティーブがつないでいく。詰められた東山です。あここはミスが出る。それでもゴールにお互い食らいついていきます。いいディフェンスですね。川村奪った。奪っていきます。チームナンバーワンのディフェンス力を持っているとチーム内でも言われているのがその内尾。その内尾がマッチアップします。この前を詰めるディフェンスが素晴らしいですね。プレッシャーをかけていく。あここもいい形でボールを奪いました。福岡第一パスをつないで逆転に成功します。46対45。そう気持ちの余裕もね、出てきたじゃないですかね。スリーポイントを打ちました神田。もう早くも展開している福岡第一。河村自ら行く。ダメだ。福岡第一が一気に行く。畳みかけてシュートを決めました。抜けていく。厳しい体勢でのシュートは決まらない。河村が一気にスピードを上げていく。パスをして神田が決めました。なかなか中に入っていけません。あここのボールを取られました。福岡第一川村が自ら行く。これですよね、やはり、はい、やらせたくないところは的を絞ってますよね、はい、中に決めてきたこのパスです、うん、川村が切り込んで自ら行く。スティーブがサポートして決めてきました。まあ、これまで待ち続けてきたこの王者との対戦です。いいですね。川村が切り込んでいく。スリーを打っていく。決めてきました。日本は福岡第一取りました。川村が早速ボールを取ってボールを回していきます。スティーブが今ハイポストにいて川村にここからどうするか。スティーブとの合わせ、ディフェンスをさばきました。そして神田が高いところに出てきて内尾です。リバウンド、ルーズボール、泥臭い仕事を丹念にやってきた内尾。小川にダブルチーム気味に来ました。スティーブ中が空いた。スティーブのスクリーンを作って、そしてゴール下、いい合わせ。オフボールのディフェンスが集中してしまうと今みたいなゴール下の一番広いスペースのところが開いちゃいますね。目線が切れてしまいますからね、はい、いいドライブでしたね。さすがダブルチーム気味に来たところ、ね、はい、ここは大堀ボールを奪って横地ミドルレーン一直線。ファールもらってます。バスケットカウントです。今どちらが走れるかということは逆に言うとどちらが走らせないディフェンスをするかですね。はい、そうですよね。川村窮屈なところ、はい、素晴らしい。なかなかこれが決まらずという場面が多かったんですが、はい、まあ、そういった経験も生きていると思いますね、そして横地から長いパスが出て木林ターンをしてポストプレーから合わせる、田辺。岩下ちょっと待って、木林の上がりを待った。スティーブとの攻防、スティーブのブロック。そして走る第一小川、バスケットカウント、ダブルクラッチを入れながらでした。今の今回のローポストに関しては必ずダブルチームに行くというのが今日のゲームのルールですね、はい、いいアタック。小川が空きました。少しこう大堀としてもマーク入れ替えるって工夫はしてるんですが、そうですね。木林やり返すか。おー、やり返した。対戦経験の数が多いので工夫してるでしょうね、まあ、お互いがお互いを知り尽くしているという利用者です、はい、またスティーブのボタッカ、うわー、内を横地からアタックしてまたブロックした。スティーブスクープショットをブロックしました。そして川村合わせた内尾。ここでスティーブが飛んでくるのでキックアウトができればオープンのスリーポイント生まれますよね、はい、形は良かったんですが、神田右のコーナーから入れてきました。さあここを走りたいですね。昨日の試合よく守りました。そして田辺コースト2コーストでバスケットカウント。川村はオフェンスリバウンドを回収します。神田が一体ゴール下に入ったんですが左のコーナーに散ります。川村動きながら打ってきた。狭いところのピックアンドロールから裏のスペースが空きました。で木林にダブルチームが行った後、田辺行って、ね、ここでオープンですね。空きますね、西田紘陽。素晴らしい飛び込みリバウンド。
田辺は動かしながらドライブをしていくミスマッチの状況から決めてきました。そのスティールがハイポストで川村を待ちます。川村にしっかりとついてミスマッチの状況ですが、スティーブに合わせてディフェンスを飛ばしてバックで、うわー、すごい、まあ、昨日対戦した北陸高校の選手で、まあ、来年の今度は北陸高校を背負っていく選手になるでしょう。木林アタックという働きかけをしています。小川空いたセカンドチャンスのスリーが来ました。裏合わせた、25得点17リバウンドブロックショット6つです。いい合わせからここが空いた、決めたいところ、リバウンド、ですね、ここを少し止めながらキックからパス、またこうキックアウトできたらよかったですね。合わせていきました、はい、木林のブロックから横地ミドルレイン直線合わせた、ここ走る1対1、そして今スティーブがゴールに駆け込むところ、小川スリーポイントが来ました。あと2回ずつぐらいオフェンスができます、はい、第3クォーターです。木林が今度アタックしてスティーブ、はい、強かった、まずいいオフェンス得点をしたいところで横地ストライドの長いアタックだったんですが、はい、ファールもらってバスケットカウント、スティーブのポストアップか、木林はどっちに行く、ダブルチームで行った、はい、守った、横地、そして西田、ただ何でもいいので得点を入れて終わりたいところ、そうですね、はい、ローリングから木林、スティーブを前にして、はい、決めましたね。スリーのアテンプトをどんどん増やしていく、でこのように西田のリバウンド、それから田辺も頑張っています。木林がハードショーを見せたんですが、ここのクロスアウトがちょっと遅れてしまいました。やってましたね、横地がコントロールをします、ターンをして川村をかわして、またスティーブのブロックが来た、ここから速いトランジションが出るか、川村から合わせた、神田前にスティーブがいました。木林、横地今度はドライブアタック、スクープショットになりましたが、ディフェンス飛んできていました。走る2対1のアウトナンバーです。神田、スティーブブロックショット準備いたします、トリプルダブルです。出ますね、ダブルチームで囲んでパスミスを誘いましたが、それが川村に収まりました。しっかり戻らなければいけないところだったんですが、スティーブ詰まってきた時にもうちょっとファウルの数を増やしておかないとということも今考えられるんですが、川村ドライブをしてミドルショット、行ってみましたね。こちら陽性のマルチなプレイヤーです。横地をしつこく追い回す内を巻きましたね。ファウル4つなんですが、木林キックアウトしての平松、はい、ね、決めて終わりたいですね。3年間の全てをぶつけてほしい。横地は涙を抑えながらプレーをします。4秒3秒打ってくるロングショット、決まった。3年間を締めくくるロングショット、試合終了です。75対68、福岡第一大会連覇達成。夏のインターハイに続いて日本一を勝ち取りました。史上初の福岡勢対決、網野さん、素晴らしいゲームでした、はい、そうですね、はい、お互いの思いも非常に詰まったいいゲームでしたね。